シャリマ上海の御苑に来ております。今日は春節の元日ということで、この御苑では南関祭りやっております。今日はですね、皆さんにこの南関祭りに入っている中国文化の豆知識を兼ねて紹介したいと思います。それでは早速レッツゴー。上海の御苑のランタン祭りの中国語名称はここに書いてある御苑新州民族芸術大会ということです。もう今日はですね、ものすごい人が入ってきています。見てくださいよ、これはすごいよ。こちらはですね、一つバケツみたいなものは中国人が昔お金を入れるものでございます。中宝文というんですけど、御苑の中にはたくさんのお金が入れております。後ろのお店もですね、上海の有名な金や銀を販売するアクセサリーさんです。この先にまた進みますけど、上にはですね、たくさんのランタンがかけられています。このランタンの上にはですね、鳳凰とか吉兆運とかですねの縁起物が書かれています。考えてみてくださいよ。今日は正月の1日なんですけど、まあ確かに祝日なんですけど、今年は皆さんが上海とか都会に残って正月を暮らしますよう、帰省しないようにという政府の呼びかけで、とりわけ混雑していると思います。この先のランタンですけど、上海の可愛い女の子のキャラクターがついております。名前はモーリーですけど、今回が、今中国ですごく流行っているミステリーボックスのコラボでやってるそうです。こちらは今回コラボしているポップマートさんが出しているキャラクターのモーリーでございます。皆さんはですね、このミステリーボックスのために一生懸命たくさんのボックスを買って、今中国若者の中には大変流行っています。この漢字は書いてあるのは新年ファイラですね、ハッピーニューイヤーの意味でございます。一番ポピュラーの新年のお祝い言葉です。この先はですね、めちゃくちゃ大きなランタンが出ています。後ろから見えている牛でしょう。今年は牛年でございます。今年のランタン祭りですけど、伝統的なランタンのほかですね、 LED とかもたくさん用いられております。はい、こちらは牛の前にはですね、いくつかのキャラクターあると思いますが、中国ではですね、おばあちゃん、おじいちゃん、お父さん、お母さんと一人子供の言葉からなる典型的な中国家庭を代表しております。春節時はやっぱり家族揃って過ごすことが定番でしょう。はい、こちらはですね、九曲橋という御苑のランドマークになるところが、こちらに今120分待ちと書いてあります。この動画ではですね、最終的に九曲橋を皆さんに映るようになるのであれば、私が頑張って120分を待ったというところでございます。ぜひいいねボタンを押してくださいね。今私は九曲橋までの道に並んでいますね。すごくゆっくりと皆さん進んでいます。進んでいただいたここにですね、かけているネオンの看板に上海語ですね、が書かれております。これは消えつつある上海の若者も喋れなくなってしまう昔からの上海方言ですね。味道店は美味しいですね。風景上海風、景色が綺麗ですね。上海写真面白いですね。ドームル、ドームルはブラブラするということですね。道でショッピングウィンドウですね。一番最後に発声はいいねっていうことですね。この後ろにもまた上海語のネオンの看板があります。もう本当にですね、最近は中国は標準語ばっかりで、皆さんも上海語が、上海人の若い子も上海語が喋れなくなってしまっています。でこちらの列は、皆さんは帰国は上がらない人、こっちは私が並んでるは上がる人ですね。これはですね、もう中国の今の上海の若い子もどんどん喋れなくなってしまいますね。
上海は国際的な大都市で方言ってなかなか使えるところが少なくなってきています。この緑ハローというのはですね、上海市においては有名な天津料理、上海の昔からのヤムチャ料理の、老舗でございます。上海に来ると旅行に来る方は必ずここで一度上海のちまきや小籠包を食べる定番の老舗です。こちらの店の看板もですね、上海の20、30年代の道端でよく見かけるネオンを用いて昔の上海街並みを再建しようとしています。こちら緑の制服を着ているのは中国の武装警察です。大きなイベントとかに出動する特殊部隊ですね。これから行く究極郷はこの建物の下の方にある池の上に浮かんでいる回る橋なんですけど、この建物は上海御苑の一番古いお茶館でございます。この建物の名前は湖心家、湖の心にある東屋、名の通りですね、池の真ん中にあります。これを目指していきたいと思います。少し見えるようになりましたが、この池の上にですね、いろいろ作ったものがありまして、それが皆さんがお祭り時に見たいものです。でこのようにぐる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 何回も回ってですね、ようやく究極郷に近づいてきました。頭を上げてみると店の店員さんは私たちのバカのような行動を笑っていますね。こんなに人多いんだと、上から私たちのことも写真を撮ってます。店の店員のさんの方はこの湖心家の東屋、隣に後ろにですね、見えますか、上海タワー、一番近代的な摩天楼が登っています。やっとですね、究極郷の入り口に入ってきました。こちらは江南百景図というテーマが今年でございます。ちょっとぐるっと曲がっていきますと、橋はこんな感じになっています。この究極郷とは9つ曲がる橋と書いてあるんですけど、まあ、実際は9回以上たくさん回りました。何度もですね、左に行って右に行って左に見て右に行ってというような作り方ですね。だから9という数字は数字の中の一番大きい数字だから、たくさん回るという意味ですね。ものすごい人は周りが人が多いですけど、まあ、こんな赤い中国の鳥居みたいなところを一個ずつ一個ずつぐるっとですね、曲がるようになります。じゃあ池の上に映っているものをご紹介しますね。江南地区というのはやっぱり水の景色が有名ですので、このようなですね、まあ、山はちょこっとあるのですけど、山よりですね、水が有名ですね。この船の景色とか太鼓橋の景色とかというのが江南ですね、中国の。皆さんは新年の時にこの究極郷を行き渡るのはやっぱりですね、いろんな分のを払いたい、たくさん回数もあるのでたくさんの分のを払えるということですね。じゃあこちらもまた山水画の一つですね、江南百景図の一つのテーマで現れていると思います。この後ろのお店はですね、南昌饅頭店というのは上海の小籠包の老舗の店、上海に来ると必ずここで皆さんお食事1回ぐらいは小籠包を食べるのでしょう。ここにはですね、3つの壺があります。中国の人民元の一元札の裏に映っている中国の浙江省の杭州の上にある三段印月というテーマでございます。皆さん興味がありましたら一元札の裏を見ててください。で話しておりますと、上には月様って西湖と湖の上に3つの壺があって、それぞれですね、湖の中にたくさんの月の影が映れるようになっているとのことです。江南地区はですね、太鼓橋が多くて水が多いからですね、運河とか狭い川が多いので、それもですね、太鼓橋を見えたら中国江南だよということです。この東屋ですが、船の形で取り上げられている建築物です。それもですね、中国江南地区の庭園の中にはよく見かける坊という建物の種類でございます。
向こうの少し奥の方にある白い壁はですね、中国江南地区の安徽省あたりの民家の建物の一つ、白い壁に上に瓦があってですね、すごく高く作られているのがですね、火災防止の機能があるとのことです。一つの建物は一旦ですね、火事がついたらこの高い壁で隣の建物に移らないようにする機能があるとのことです。これですね、水を見の上のランタンですけど、昔はランタンだけなんですけど、最近はですね、こういうレーザープロジェクターを利用してですね、もっとですね、幻想的な景観が取り上げられていると思います。このランタンで再建されているのはですね、中国の江南地区の庭園によく見かける太古石ですね。太陽の太、湖、太古という湖ですね。中国の三大淡水湖の一つ、日本の琵琶湖の三倍の面積あるものです。いろんな穴がつくものが中国の各地の庭園の中にはよく見かけます。この太古石の上品なものは層、層、漏、等と言いますが、穴が多ければ多いほど、つるつるなるほど良いとのことです。この後ろの植木もですね、ライトがついていてすごく綺麗に見えていると思います。これですね、コイが飛んでいるのを私は初めて見ましてね、ランタンが飛んでいるものが今年私初めて見ましたね。なぜこれをコイ飛んでいるかというと、この下の水面を見てください。この水面に映っていますが、レーザーのプロジェクターでハスの葉っぱの上にたくさんのコイがきれいに泳いでいることが分かりますでしょうか。ここはですね、もともとコイの噴水があるのですけど、この噴水の下にたくさんのですね、あのハスの葉っぱのようなものを浮かばせてですね、コイがきれいにたくさん泳いでいるものを映っているようになりました。これはですね、今年の初のものです。中国でもですね、日本でもコイが縁起物かと思いますが、鯉のぼり、中国ではですね、上に登っている頑張っている精神というのが気に入っているので、みんな鯉のことは縁起物だと思われています。この下にも水牛があるのでしょう。やっぱり今年は牛年でございます。ここはですね、あの中国人の昔のお金が一本の木の上に植えられています。これはですね、中国ではファーサイスーと言いますが、お金持ちになります。このファーサイスーの木の一番上にですね、鳳凰が止まっています。はい、いよいよ最後の一本の鳥居の江南百景図が到着になります。これで究極橋が全部行き渡りました。もう大変です、すごい人です。もう皆さん見てくださいよ、どのぐらいの人がいるのでしょう。すごい人ですね。こんな状況での撮影でした。こんな百景図を全部見ました。はい、最後になりますが、この出口のところからですね、皆さんに最後にですね、このランタン祭りの究極橋のあたりの景色を見ていきましょう。私たちは先ほど向こうからここまでずっと歩いてきました。ここも面白いね。この木の上からですね、まるで落ち葉が床に落ちているような気がします。はい、ということで今年の上海のランタン祭りの様子でした。いかがでしょうか。この動画が良かったらチャンネル登録といいねボタンお願いします。バイバーイ。